割ぐらいの感じで綺麗にすればいいんですかね。結構綺麗じゃないですか。なんかこの辺もこれ撮るのが結構難しいです。で綺麗だったらすごいやった感じです。この二人は機械でバリバリやってますけど、こっちは手作業。やっぱ手が一番。やっぱりね、マグロの差がね、出ますからね。そうです、時間経つごとに色がね、どんどん進化していくらしいから。初めてどうですか、参加してみて。そうですね、最初はなんか上の方掃除してても綺麗になったっていう実感がなかったんですけど、なんだろう、実際下見たらホコリだらけで、こう掃除してる時にやっと実感が湧くというか、あと何でしょう、ワックス塗る時でも、なんだろう、小学校とか中学校の頃に掃除してワックスかけてるのを見て、あ、こういうところでもなんか生かされてるんだなっていう風に思って、なんか結構応用が効くなって思って、なんか改めてまあ見ることって大事だなっていう風に思いました。お疲れ様でした。お疲れ様です。前回に続いてまたありがとうございます。ありがとうございます。一番楽しかったのは塗ったことですかね。なんか渋書き、書き渋、あ、書き渋あれなんかすごい体に優しいって聞いて、そうなんだな、なんかすごい自分も塗っていて、なんか久しぶりにあんなハケで結構広い面積を塗らせてもらって、すごい楽しかったです。どうでした今日は。今日はですね、とにかくなんか脚立に登ってする作業が多かったので、すごく高い景色から見れましたね。これを来た時となんか雰囲気が変わったなっていうのが実感できて、すごく嬉しいです。今日何が楽しかったですか。今日はそうですね、あの障子のやつの汚れ取って、で、あの磨いて色塗る過程がすごい楽しかったです。やっぱあの塗ってみるとだいぶこう印象が結構変わったので、いろんなところに使ってほしいです。すごいね、丁寧な作業でね。いえいえいえ、あの素晴らしかったです。いや楽しかったです。寒いです。じゃあお疲れ様でした。今日お疲れ様でした。どんなことが面白かったですか。そうですね、障子をきれいにして、で柿シールを、ま、塗っていく作業がこうしていて、きれいになって、なんか出来上がっていく工程が面白かったです。今日なんかいろんなことやりましたけど、はい、何が一番面白かったですか。今日はこの柱、あ、この柱を今削ってて、なんかもともと白かったところをこう木目が見えるまで削ったんですけど、なんかこう進んでる感じが分かって楽しかったです。なんか今日やったことはなんか今までの中で一番地味だったんですけど、なん
か塗った塗料もそのなんか1ヶ月かかるみたいな。だから1ヶ月後の出来上がりが楽しみです。